こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では真夏の大人の短パンコーデベスト3というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思ってます。まあ、最近はですねめちゃくちゃ暑い日が続いていますので、なかなかですねロング丈のパンツは暑苦しくて嫌だという方も少なくないのかなというふうに思っています。まあ、僕自身もですねもともと短パンというものが好きで、まあ、プライベートでもよく着てるんですが、なかなかですね30代後半から40代を過ぎるとですね短パンが似合いづらくなるのもこれまた悲しい現実ではあるのかなというふうに感じています。ただこのカジュアルな短パンというアイテムも着方次第で見え方も大きく変わるんですね。ということで今回の動画では大人の男性でもこのような着こなしであれば短パンを着こなすことができるよということで、少しですね大人っぽく上品に見えるようなスタイリングをですね3つご紹介したいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。まあ、皆さんからいただいたご質問にもですねどんどんお答えしてますので、気になる方はですねこちら動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね具体的に短パンコーデを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目のコーディネートなんですが、上半身はですねオープンカラーシャツを着たような少し上品に振った大人っぽい短パンスタイルになっています。このオープンカラーシャツはですね動画の中でも何度かご紹介しました今季のユニクロのものでですね、色はオリーブですね。まあ、これがですねすごく上品で、個人的にですねこの色合いはすごく好きなんですね。もちろんですねブラックを合わせてもらったりだとか、あとはブルーもですね今季すごく良かったので、そういったものもいいかなと思うんですが、ちょっと人との違いを楽しみたいということで今回はオリーブを着てみました。まあ、サイズ感もですねワンサイズ上げて少しゆったりめに仕上げることで、まあ、今っぽい雰囲気になってるかなというふうに思っています。そして短パンですね。でこちらはですね今季のユニクロ U のもので、少しデザイン的には変わっていてタックが入っているので腰回りは少しゆとりがあるんですね。結構裾幅もですねゆとりがあって、なんかね短パンの中でも今っぽさがあるような形で個人的にすごく気に入っています。まだ買った時期は夏場が想像できないような季節だったんですけども、これはですねちょっと早めに買っておいて間違いなかったかなというふうに思ってます。丈の長さとかのバランスもなかなか絶妙かなと思ってまして、色はダークグレーで上がオリーブという形でまとめています。まあ、短パン自体がかなりカジュアルなので、上半身に少しきれいめな襟付きのオープンカラーシャツを合わせてもらうと僕たち大人世代にも合わせやすいかなというふうに思っています。そして足元なんですが、これはねいろんなものが合うんですけども、今回は GU のグルカサンダルですね、こういったものを合わせて少し全体で見た時に大人っぽいテイストにしています。ただこのグルカサンダルはですね誰もが似合うものではなくて少し難易度は高いかなと思うので、まあそういう場合はですね普通に僕の動画の中でよくお伝えしてますこういったジャーマントレーナーとかホワイトレザースニーカーなんかで合わせてもらうのもいいかなと思ってます。まあこのオープンカラーシャツの下にですね白の T シャツをちょっと覗かせているので、それとこの白のスニーカーの色をリンクさせると、まあつながりがいいかなと思うので、ぜひ試していただければなというふうに思っています。まあ、こういったスタイルであれば僕ら世代にもですね結構使いやすいかなと思うんですね。まあ、短パンを使う時の一つのコツなんですが、カジュアルになりすぎないようにバランスを取るということ、特に上半身ですね、あとは足元も普通のスニーカーよりはこういったグルカサンダルの方が大人っぽく見えたりするので、そういった短パン以外のアイテムでバランスを取ると結構簡単なので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで2つ目のコーディネートを解説したいなと思ってます。今度はですね結構カジュアルな方向に振ったんですが、上半身はおなじみのですねユニクロ U のエアリズム、色はネイビーを選択しました。で短パンに関してはこれも履き替えているんですね。こちらはユニクロの通常ラインのナイロンギアショーツですね。これまた使い勝手がいいので今季は結構使っているんですね。まあ色味はブラックで生地はサラッとしていてすごく履き心地がいいのと、丈の長さだとか裾の広
広がりのバランスもいいので、すごくですね、これは一着あると重宝するのかなというふうに思っています。まあ、上下ともにですね、すごくカジュアルなんですが、 T シャツの色味をですね、明るいものではなくてダークトーンにすること、そしてブラックもあるんですが、こういったネイビーの方がちょっとですね、青みがかっているので清涼感みたいなものも表現しやすいかなというふうに思っています。まあ、色自体の綺麗さというところも楽しめるので、短パンスタイルでカジュアルな時にはですね、 T シャツの色で少し綺麗な感じを出してあげるとバランスがいいのかなと思ってます。で、足元は今回ですね、ナイキのエアマックス97を合わせています。まあ、着こなし自体がかなりシンプルなので、足元はですね、少しアクセント要素のあるようなハイテク系のスニーカーを合わせてもらうのもバランスがいいのかなというふうに思ってます。まあ、このようなスタイルだとかなりカジュアルかなと思うので、個人的にはですね、この着こなしにあるアイテムを追加するんですね。それがこちらなんですね。はい、カーディガンですね。まあ、夏場はですね、外は暑いんですが、意外と室内に入るとガンガンに冷房が効いていて、ちょっと肌寒いなと思うことも少なくないかなと思ってます。まあ、そんな時にあると便利なのがこういったカーディガンなんですよね。僕はこちらすごく愛用しているもので、プラス J の今季のですね、カーディガンなんですね。肌触りがすごく良くて、個人的にめちゃくちゃ気に入ってるんですが、こういった形で短パンのスタイルにカーディガンを合わせるというのもですね、個人的には大人っぽくてバランスがいいのかなというふうに思ってます。まあ、ネイビーとブラックという合わせもですね、これまた色のバランスとしてもいいので、このようにダークトーンで合わせるような短パンスタイル、 T シャツと短パンでもこういったカーディガンが入るだけでグッと大人っぽくなるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、短パンと T シャツはちょっとカジュアルかなと感じる場合はですね、このカーディガンというアイテムを追加しながらですね、綺麗さを調整してあげるとすごくいいのかなというふうに思っています。はい、続いてラスト3つ目のコーディネートなんですが、今度はですね、かなりきれいめに振ってみました。上に合わせてるのはこれはリネンシャツですね。今季エディフィスで購入したブルー系のリネンシャツなんですが、こういったですね、定番的なアイテムと短パンのコーディネートはかなり相性がいいかなと思ってます。まあ、リネンシャツもですね、長袖なので少し綺麗さが漂いますし、こういったアイテムを腕まくりをしながらさっくりと羽織るのもですね、バランスがいいので、ぜひ皆さんにもですね、トライをしていただければなと思ってます。まあ、ちなみにこういったですね、スタイルというのはどちらかというとイタリアっぽいスタイルに近いかなと思ってまして、僕もかつてはですね、こういったスタイルが好きで、今から6、7年ぐらい前まではですね、このようなスタイルを楽しんでいたんですね。まあ、当時はですね、もうちょっとセクシーに第1ボタンだとか第2ボタンぐらいまで開けながら着ることも少なくなかったんですが、今はですね、そんなに気取った感じではなくて、下にですね、白 T を着て少し覗かせてあげるぐらいの方がバランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなというふうに思っています。まあ、ちなみにですね、短パンは一番最初に履いていたユニクロ U の短パンに履き替えているんですね。まあ、シャツスタイルが結構きれいめなので、こういったスタイルにナイロンギアショーツだとちょっと相性が良くないかなと思うので、少し綺麗な雰囲気のあるようなショートパンツの方が僕はバランスがいいかなというふうに思っています。まあ、ちなみにですね、足元が見えなくて恐縮なんですが、今回はですね、リビエラのスリッポンを合わせて少しリゾート感のあふれるような着こなしに意識をしています。まあ、スニーカーに関してはいろんなものがあるので、一番最初にご紹介したようなグルカサンダルで少しですね、今っぽさを出してあげるのもいいかなと思うので、そのあたりはですね、皆さんのお好きなものと合わせていただければなと思っています。まあ、このようなスタイルは6年ぐらい前よりも年を重ねた今の方が僕自身もですね、結構似合いやすくなったのかなというふうに思っています。そういった意味では30代後半から40代以降の男性にはこのようなリネンシャツを使った短パンスタイルは似合いやすいかなと思うので、ぜひですね、皆さんもチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では大人の短パンスタイルベスト3ということで、皆さんにですね、具体的に3つのコーディネートをご紹介させていただきました。ポイントは短パン自体がカジュアルなので、その他に合わせるアイテムは少しきれいめな要素があった方が僕はバランスがいいのかなというふうに思っています。1つ目のコーディネートだったら、襟がついているオープンカラーシャツ、これがきれいめなアイテムになりました。2つ目のコーディネートだと、 T シャツはカジュアルなんだけど、その中でもちょっと色の綺麗
なネイビーですとかオリーブを選んでみると少し綺麗さが漂いますし、そこにプラスしてカーディガンですね、これを着てあげると間違いなく綺麗めなバランスが取りやすいかなと思ってます。そして3つ目に関してはこのリネンシャツですね。これまたですね、真夏の定番アイテムで綺麗めな要素を足しやすいので、こういったものと短パンをミックスしてあげるとすごくバランスが整いやすいかなというふうに思っています。まあ、短パンもですねすごく涼しくて夏らしいコーディネートが楽しめますので、ぜひ皆さんも今回のポイントを押さえながら夏の短パンスタイルをお楽しみいただければなと思っています。ちなみに今回ご紹介したアイテムに関しては似たようなものをですね下の概要欄にいくつかリンクを貼っておきますので、まあそちらもですねよかったらチェックをしていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。